ポール・リビアポール・リビアはアメリカ・マサチューセッツ湾植民地出身の銀斎駆士であり、アメリカ独立戦争中は愛国者として活動したポール・リビアとも、歴史ントン・コンコードの戦いにおける伝令の役割を担ったことで、リビアはその死後も普及の名声を与えられ、リビアの名前と真夜中の気候という言葉は愛国者の象徴としてアメリカ合衆国中に知れ渡っている。 リビアはボストンでも羽振りが良くて顕著な職人であり、イギリス軍の監視を続け仲間内に情報を伝達する仕組みを作り上げることに貢献した。リビアはアメリカ独立戦争の中でも最も悲惨な作戦の一つに士官として従軍したが、その行為は後に無罪を証明された。戦後、リビアは金属の大量生産が生む事業的可能性について、 早く気づいたものとなった。リビアはボストン市のノースエンドでおそらく1734年の12月かなり遅くに生まれた。父親アポロリボワールはフランスのユグノー出身であり、13歳の時にボストンにやってきて銀在庫の都手を始めた。母親デボラ・ヒックボーンは小さな船着き場を所有するボストン在住が長い一家の出であった。 リボワールは結婚するときに名前を英語風にポール・リビアとした。父のポールはその銀の商いをこのポール・リビアに継がせた。父が1754年に死んだとき、リビアは法律的に若すぎて家業の銀の店を公に取り仕切ることができなかった。母親のデボラが表向き商売を続け、リビアと弟の一人が銀在庫を受け持った。7年戦争のとき、 リビアは短期間ではあるが砲兵連隊の第二、中尉として従軍し、フランス軍が抑えていたクラウンポイントトリの攻略戦に参戦した。軍隊から除隊になると、リビアはボストンに帰り、自分の名前で銀の店の経営を始めた。リビアは銀在師であると同時に、顕著なフリーメイソンでもあった。リビアが作った版画、ボストン虐殺事件リビアの銀在工は、 ボストンですぐに注目を浴びた。同じ頃リビアは多くの政治的扇動家と信仰を結んだ。中でもジョセフ・ウォーレン博士との信仰は密接であった。1760年代、リビアは多くの政治的版画を作り敗者として広告に出し、自由の息子たちの活動にのめり込んでいった。1770年、 リビアは妻のサラ・オールと共にノーススクエアに家を購入した。この家は今も残り一般に公開されている。リビアが作った版画の中で最も有名なものは1770年3月に起こったボストン虐殺事件を描いたものである。リビアが虐殺の現場にいたかどうかは明らかでないが、詳細な人物配置はこの事件の責任を問うた。 イギリス兵の裁判に用いられることを意図したものであり、リビアが一時情報を持っていたことを伺わせる。1773年、妻のサラが6人の子供を残して死に、リビアはラチェル・ウォーカーと結婚した。ラチェルとの間には5人の子供が生まれた。1773年のボストン茶会事件でも、リビアが現場にいたと思われるが、この後リビアは、 ボストン安全委員会の伝令役をはじめ、時には馬に乗ってニューヨークやフィラデルフィアまで行き、街の政治的な動揺に関する情報を伝えた。1774年イギリス軍はボストン港を封鎖し、ボストン周辺に多くの兵士を駐在させるようになった。この事態にリビアの銀の商売は見入りが悪くなったので、仕事は息子のポールリビアジュニアに任せた。 1775年が始まると革命の機運が高まる中でリビアは前にも増して自由の息子たちの活動に追われるようになった。リビアが今日でもよく記憶されているのは歴史トンコンコードの戦いの前夜真夜中に伝令として走り回ったことである。有名なリビアの真夜中の気候は1775年4月18日から19日にかけての夜に起こった。 ジョセフ・ウォーレン博士の指示で、リビアとウィリアム・ドーズが馬に乗って、ボストンからレキシントンに数入り、イギリス軍の動きを、ジョン・ハンコックとサミュエル・アダムズに警告するものであった。イギリス軍は表向きハンコックとアダムズを逮捕する、ことにして、コンコードの武器庫を占領するために、ボストンからの行軍を開始していた。ボストン茶会事件の後で、ボストン港を封鎖していこう。 ボストンに駐在するイギリス軍は常にリビアや他の愛国者によって監視され、イギリス軍が何かを企んでいるという噂が広がっていた。4月18日の夜にイギリス軍がチャールズ川を越えて歴ントンへ向けて行軍を始めると自由の息子たちはすぐに行動に移った。夜の11時頃、リビアはウォーレン博士の指示でチャールズ川を越えて 対岸のチャールズタウンに行き、そこからレキシントンに向けた寄港を始めることにした。一方ドーズは回り道をして、ボストンネックを通り陸路レキシントンに向かうこととした。4月18日より前にリビアは、オールドノースチャーチの寺男、ロバート・ニューマンに、イギリス軍の動きの知らせが入ったら、ちょを使って、チャールズタウンの植民地人に合図を送るよう、指示していた。 戦闘の提灯う一個は、イギリス軍が陸路を選んだこと、二つならば回路すなわち、チャールズ川を横切ることを意味していた。このことは、リビアとドーズの二人ともが捕まえられた時に、チャールズタウンに知らせが伝わるように用心されたものだった。リビアが気候を始めた時に、ニューマンとジョン・プリング船長が、オールドノース・チャーチの戦闘に提灯を二つ吊るし、 イギリス軍がその夜実際にチャールズ川を渡ったことを知らせた。リビアは現在のサマービル、アーリントン、メドフォードを通り、通り道にいる愛国者たちに警告を伝えた。リビアは後に伝えられるように、イギリス軍が来ていると有名なセリフを叫んだはずがない。なぜならば、その任務は秘密のものであり、田園地帯にはイギリス軍の石膏がいくらでもいたからである。また、 植民地の住人は当時自分たちのことをイギリス人と考えていた。リビアの警告は彼自身の証言によれば正規兵がやってくるだった。リビアは夜半頃にレキシントンに到着し、ドーズはその半時間後に着いた。サミュエル・アダムズとジョン・ハンコックはその夜をレキシントンのハンコック・クラークハウスで過ごしており、知らせを聞いた後もかなり長い時間を 今後の取るべき行動についての議論に費やした。一方、リビアとドーズは民兵の武器を隠しているコンコードに寄港することに決めた。二人にはたまたま歴史ントンに来ていた医者のサミュエル・プレスコットが加わった。リビアとドーズ、プレスコットの三人はコンコードの近くリンカーンの路上に設けられた防災でイギリス兵に呼び止められた。プレスコットは馬で障壁を飛び越えて、 森の中に逃げ込んだ。ローズは馬を降りさせられた後でうまく逃げ延びたが、馬が亡くなったので遠くには行けなかった。リビアは長く引き止められた上に馬は没収された。プレスコットのみがなんとかコンコードに急を告げることができた。リビアは背中に銃を押し付けられたママレキシントンに引き返した。 夜が明けて銃声が聞こえ始め、イギリス兵たちはそちらに関心が移り、リビアは馬がないまま田園地帯に取り残されてしまった。リビアは歩いて歴ントンに戻り、ちょうど戦いが始まった時に出くわすことになった。3人の伝令が伝えた警告により、コンコードでは民兵がイギリス兵に反撃する用意ができており、ボストンにイギリス軍が引き返す途中でもゲリラ的な攻撃で、 追いかけることになった。リビアの果たした役割は、彼の存命中にはさほど話題にされることもなかった。1861年、リビアの死後40年以上も経ってからであるが、詩人のヘンリー・ワーズワース・ロングフェローが、ポール・リビアの気候という詩を作った。この詩は、アメリカ詩の中でも最もよく知られるものとなり、学校に通う世代から記憶されることになった。最初の詩は次の通りである。 ロングフェローはその夜の出来事を自由に採集しており、特に3人の伝令によってなされた成果については、リビアに一番の功績者の地位を与えている。オールドノース・チャーチの提灯のことは、実際に起こったように、リビアのためであり、リビアからではないとした。この結果、20世紀の歴史家たちは、アメリカ史におけるリビアの役割を古代に扱うことになり、国民的神話になった。 リビアの役割の重要さを強調する歴史家も多いが、デイビッド・ハケット・フィッシャーはその著書、ポール・リビアの気候の中で、独立戦争初期のリビアの役割に関して、学術的に研究した成果を表した。ポール・リビアの家、ボストン市教を、リビアが通った道筋のところどころに、リビアの気候という標識が立っている。チャールズタウンのメインストリート、 サマービルのブロードウェイとメインストリート、メドフォードのハイストリート、アーリントンの中心部、およびボストンのマサチューセッツ大通りなどである。戦争の開始とともに、ボストン市中はイギリス軍に占領され、革命の支持者の大半は追い出されたので、リビアは家族を連れて、対岸のウォータータウンに移り住んだ。1775年、リビアはマサチューセッツ植民地議会の支持で、 フィラデルフィアにあるアメリカ植民地では唯一の火薬製造所の視察に派遣された。リビアはその建物に入ることを許されただけではあったが、そこで得た豊富な情報をもとにマサチューセッツのキャントンに火薬製造所を作り上げることができた。リビアは1776年にボストンに戻り、その4月にマサチューセッツ民兵の不評対象者に任命され、11月には 公兵隊の中佐に昇進し、ボストン港を守るキャッスル・ウィリアム中流となり、最後にはその指揮を任された。リビアは1778年のロードアイランド遠征に従軍し、翌年は悲惨な結果になったペノブスコット遠征に参加した。この遠征から帰還すると、上官の命令に従わなかったことで告発され、民兵隊からは解職された。この時は一旦家業に戻り、 後に正式に軍法会議に呼び出され、最終的には無罪となった。終戦後の不況でリビアは銀の商売が難しくなったので金物や日用品を売る店を出し、金銀よりも金属の加工に興味を抱くようになった。1788年リビアはボストンのノースエンドに鉄と真鍮の鋳造所を作った。鋳造屋としてのリビアは教会の金が 戦後の宗教活動の復活を反映して、急成長すると分かり、この分野では最も知られるものとなった。この事業のために、息子のポール・ジュニアとジョセフ・ウォーレンと共に、ポール・リビアサンズという会社を起こした。この会社で、ボストンでは、初めての金を追い込み、最終的には900個以上を生産した。鋳造所の他の仕事としては、造船のためのボルトや偽装用品を造船所に、 収めるようになった。さらに1801年、リビアはボストンの南キャントンに来たアメリカでは初めての銅製連射を作り、アメリカの銅と金政策の先駆けとなった。リビアの作る銅板はマサチューセッツ集会議事堂のドーム型屋根で木製からの吹き替えに使われ、またアメリカ海軍のフリゲート艦アセスコンスティチューションの船体を覆う板として使われた。 リビアが1780年代遅くに描いた事業計画は資金繰りに困り窮地に立たされたが、鉄や銅の鋳物、銅製品の製造者として起業家の役割を果たした。アレクサンダー・ハミルトンが打ち出した銀行と産業家の政策はリビアの描いた夢によく合致しており、熱心な連邦投資自者となって健全な経済と強力な国家の建設に関わることになった。 リビアの道と真鍮の事業は成長し、売上と企業買収により国家的大企業リビアコッパーブラス会社となった。リビアは1818 18年5月10日にボストンのチャーターストリートにある自家で亡くなった。83歳。ポールリビアはアメリカ合衆国政府が発行した5000ドルシリーズ EE 貯蓄債券に登場した。 リビアが1801年に設立した同製品会社はリビアコッパープロダクツとなって存続し、工場はニューヨーク州ロームとマサチューセッツ州ニューベッドフォードにある。リビアが始めた銀細工や版画、その他の作品は今日高くもてはやされており、ボストン美術館のような有名美術館の展示で見ることができる。リードバートンのような現代で有名な銀細工会社は、 ポールリビアボールズを再生産して公衆への販売向けにも提供している。ザ・ヒストリーチャンネルミステリーズ・オブ・ザ・フリーメイソンズアメリカビデオドキュメンタリーオーガスト1-2006リトゥンバイノア・ニコラスモリー・ベドルありがとうございます。